ちっちゃくなってた。下げたものがあった。今中途半端になってるから、はい、FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組と銘打っておりますが、はい、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方、夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ツイキャスもやってます。ポンポン、よろしくお願いします。はい、まあツイキャスも大事なんですけれども、はい、なんと今回の収録にはなってるんですけれども、うん、放送日なんと1月1日、うん、となっております。あ、なので皆様明けましておめでとうございます。元旦だ、明けましておめでとうございます。はい、そして、どうか本年もですね、うん、2025年ですかね、24か、24年もメンヘラジオ、うん、をぜひともどうぞよろしくお願いしますということで、はいはい、皆さんはどういった1年だったでしょうかね、うん、まあ、まだ我々は現時点で、過去に存在するわけですけれどもそうだね、はい、2023年、中に終わらせないといけない事業でね、パタパタはしてますけれども、パタパタしてますけど、はい、現状ね、無事夏実さんの、うん、内縄口の漫画の方が、うん、はい、全て発注済みまして、はいはい、なんていうのかな、とりあえず内縄口に関しては、うん、とりあえず一段落したかなというと。そうなんよ、そうなんよ、はい、英語の方が今発注に向けてまた作業を続けているというところですけれども、はい、はい、まあ無事ね、これが終わってね、1月にはね、まあ、この放送を迎えている頃には、はい、本放送を迎えている頃にはちょっと肩の荷が少し降りているというか、うん、はい、なんていうのかな、作業に追われる日々からちょっと抜けているといいなと思っているところではございますけれども、そうだね、うん、でね、まあできた漫画に関しては、うん、12月の23日のね、うん、ヘムギノアの生放送かなの時にこっちに持ってこれればいいなと思ってるんで、あ、そうね、本放送でね、この話を聞いた人はまあ、ぜひ FM 宜野湾の方に来て手に取って読んでいただければと思っていますので、うん、どうぞその辺もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、では新年一発目のメンヘラジオ、はい、はい、本日もね短いお時間ですが、どうぞ最後まで、はい、よろしくお願いいたします。メンヘラトーク、やいのやいの、どうだろう、はい、このコーナーはタイトルそのまま私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしております。ツイキャスもポンポン上げてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あ、はい、なんかね、ごめんね、合わそうとして合わないっていうのがね、だからね、うん、まあ、なんか新年一発目からちょっとそう何これはなんか鼻くじられたみたいな、ね、なんか出鼻をくじかれたみたいな感じですけど鼻くじられたって言っちゃったでも、ね、でもまだね、現時点では収録の現時点ではね、うん、まだ12月にいれますので、そうなんよ、はい、いいんじゃないですか、今のうちにいろいろなんか息の合わないところは本当にね、うん、年明けた収録の時にちゃんと
ね、ぴったり合わせる、はい、息の合うところをお見せできればお聞かせできればと思いますけれども、はい、ツイキャス来ておりますよ。あ、はい、どうぞお願いします、はい、サチーさんこんばんみー。あ、こんばんみー、サチーさん、はい、そして明けましておめでとうございます。明けましておめでとう、あ、待って、もしかしてカープボーイさん、あれ通知来たのに何も始まってないって来てる。あ、ごめんなさい、今始まってます。あ、本当、うん、でサッチーさん開けました、うん、おめでとうございます。そうなんですよ、ブレイグさんも開けましておめでとうございます。あ、開けましておめでとうございます、ブレイグさんもよろしくお願いします。はい、ね、現時点では12月の18日ですけれども、そうそうそう、あのね、前回もちょっとお話ししましたけれども、FM ギノワンさんの方がね、2月1日からかな、うん、3月までの間1ヶ月かけてちょっと中の方、内装の方をちょっとリノベーションといいますか、するということで、うん、ちょっとね、収録のたんびにちょっとなんていうのか、取りだめみたいなのをするっていうところで、どうしてもね、このタイムラグがね、ちょっと発生するのがしばらく続くとは思うんですけれども、です。皆さん今回は、はい、明けましておめでとうございますということで、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。そう、ツイキャスの方はちょっとこんがらがあるかもしれないけれども ね、ツイキャスに参加していただいている方々は、はい。プレイグさんがさ、うん、多分今日お餅食べましたって。そうだね、俺たちも食べてるかもしれない。食べてるといいな。多分ね、そうね、うん、1月1日での、そう、元旦で、元旦の日か、そうだね、2日にかけてのところだからね、うん、俺たちは前日多分年越しそば食べてますね、沖縄そば。あ、待って、初夢何か見てるかもしれないですしね、うん、はい、ではまあ正月の元旦の放送ということで、うん、はい、もうざっくりと本日のトークテーマ発表したいと思います。うん、はい、本日のトークテーマは、うん、お正月、お正月、はい、お正月ということで、うん、まあお正月っていう、まあ広い、なんていうのかな、お正月を連想するようなテーマというか、内容であれば、うん、まあ例えば、初詣であったり、うんうん、まあ前日の大晦日のことでもいいかな、うん、大晦日のことでもいいし、で、あとはなんていうのかな、お年玉とか年越しそば、除夜の鐘、あるいは、うん、まあその辺をね、お正月をちょっと連想するような、年越しの瞬間何したかとか、まあ、何するかでもいいですし、過去のね、うん、これまで生きてきた中でのお正月のね、楽しかった思い出だったり、まあ苦い思い出、まあ、うん、僕の場合はね、ちょっと苦い思い出を紹介することになりそうなんですけれども、あ、そうなのね、比較的ね、うん、はい、そういったなんていうのかな、お正月にちなんだあれやこれやをちょっと皆さんと共有できればなと思って、うん、こちらのテーマにいたしました。はい、はい、でメッセージ届いてるものがね、まずありますんで、うん、はい、ちょっと一つずつ読んでいきたいなと思います。あ、お願いします。はい、メンヘラネーム鶴次郎さんからいただきました。お、鶴次郎さん、ありがとうございます。はい、鶴次郎さんからは新年の抱負としていただいたメッセージございます。うん、新年の抱負、毛根に優しい1年、毛根に優しくなれると体に優しくなれる、うん、体に優しくなれると心に優しくなれる、心に優しくなれると他者にも優しくなれる、うん、他者に優しくなれると争い事がなくなる、そして世界が平和になるとのことです。うん、毛根からすごい、毛根から拡大したね。何これ、わらしべ長者みたいな。いや、わらしべ長者ともなんか違う気がするんだけれども。違う、うん、こういうことをわらしべ長者って言うんだ。でもね、まあ、鶴次郎さん、名前の通りね、ちょっと頭の方がつるっといっちゃってるんで、ね、うん、毛根いってるからもうつるつるなんでしょうね。うん、まあでもね、確かにね、自分のやっぱなんていうのかな、僕で言ったらね、ちょっと、うん、やっぱ体がね、うん、ちょっと年を減るごとにね、うん、体力もなくなってきてるし、うん、運動してないからね、体重も太っていくわけですよ。うん、だからそこら辺を意識して、やっぱりなんていうのかな、体に優しくっていうところで、う
なんていうのかな、運動したりしていったら、うん、やっぱり心も穏やかになっていくよね。なんか太っていくよりはね、痩せていって、うん、シェイプアップしてきたらみんなから痩せたねって言われて、なんかやっぱ自己肯定感高まるし、うんうん、そういうなんか体をいたわるっていうところから平和はもしかしたら本当に生まれるのかもしれないね。一人一人の心の中からみたいな。そうそういうことよね、うんうん、はい、では続きまして、はい、ラジオネームかね、あ、メンヘラネーム、うん、カネヤンさんから、ありがとうございます。カネヤンさん、はい、久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。お正月といえば、うん、年始挨拶、うん、三が日に知り合いが営んでいる店においでと言われ元旦に行きました、うん、店主との新年の挨拶をして席に着きました、うん、その店が居酒屋なのですが、私は お酒を飲まないので、うん、ジュースを頼みました、うん、そして飲み物とともにエビのお頭付き味噌汁が出てきました、うん、店主は満足そうな顔でこれを出したかったんだよと言いました、うん、その無邪気な顔になんだか嬉しくて、準備してくれてたんだ悪いなと思いながら、僕はにっこりと後悔しました。エビアレルギーなんですけど店主はアレルギーとかわがまま言うなと言い、僕がアレルギーはわがままじゃないし、なんでエビアレルギー覚えてないの、何回も言ってるじゃんという押し問答が続きました。結局エビは外してもらって味噌汁を飲みました。大丈夫なんそれ。ねえ、なんかエビのエキスとかもちょっとあんまり、エキスとかもなんかアレルギー出ないのかな、ちょっとアレルギー反応起きそうな気がするけどね。ねえ、うん、まさかねなんかありがとうっていうのかと思ったらエビアレルギーなんですけどって。でもこれ困るね、あ、いきなり出てきたら困るね。でも ね、なんか確かにね、なんていうの、準備してくれてたのは嬉しいけど、いやでもね、本当に気の利かない人っていうかさ、あの、ちょっと優しくない人ってさ、あの、我慢して飲めみたいな、アレルギーなんて関係ないみたいなさ、人ってたまにいるじゃん。いるの？いる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 。あの、好き嫌いすんなみたいなさ、アレルギーをただの好き嫌いで取ってる人っているのよ。そうなの？そうそう、それちょっと迷惑というかさ、うん、その人のことをちょっと考えてないよなって思う時あるんだけどね。あ、うん、しかもなんかエビって特になんかよく聞くね。だから一つ間違ったアレルギーでね、アナフィラキシーショックとかで命に関わるからね、うん、その辺なんかご飯出すお店居酒屋とはいえね、うん、あのやってる営んでるところだったらね、ちょっと好き嫌いはするなじゃなくてね、うん、あ、そうだったね、ごめんねでいいのにねとは思うんだけどね、うん、言った言わないの押し問答になるもんね。あ、でもなんか良かれと思ってやったことでエビアレルギーなんですけどって言われたら、ちょっと言い返したくなっちゃったのかな、なっちゃったのかな。あ、ツイキャス読んでいいですか。あ、どうぞ。あ、まだ ありますか。あります。すいません、読んでいいですよ。あ、いいんですか。はい、サッチーさん、はい、多分初日の出見に行った、ツルピカのおっさんの頭が眩しかった光景の中にツルピカのおっさんの頭がいたんか多分だから、まあ、ダブル初日の出でなんか逆にめでたいみたいな、めでたいみたいな、うん、ブレイグさん、お年玉あげる人いる？あ、お年玉ね、うん、もうこれね、お年玉エピソードで言うと ね、うん、本当に僕はねギャンブル依存症だったから、うんうん、仕事もしてなかったんでね、貯金がないわけですよ。お金が、自分のお金もないぐらい、自分が遊ぶお金も、遊ぶというかね、うん、満足、普通になんかコンビニでおにぎり買うお金もないみたいな、うん、自由に使うお金がないのでね、うん、いわゆる甥っ子めいっ子に渡せないわけですよ、お年玉を、うん、だからそれがね、ものすごくもうしんどくてね、わかる、いい年して、お年玉を渡せない、わかる、そうそう、今もまあね、そうなんだけどさ、うん、生活保護で生活させてもらってるんで、わかる、でなんとかね、ハピワンでピアスタッフとして働き始めた1月か、今年の1月、うん、これがね、ちゃんとハピワンで仕事が続いていけば、今年はもしかしたら来年はもしかしたらボイスコメックにお年玉あげれるかもしれないよってぞって思ってた矢先にハピワンがね閉所しちゃったからね、うん、また今年もちょっとお一個目一個に会いづらいお正月をね、ちょっと過ごすことになるっていうね。そうだね、うん、メンヘラあるあるだとは思うんだよ、うん、自分のなんていうのかな、本当にお一個目一個に
あげられない、うん、だからちょっと親戚のねところにも顔を出しづらいとかね、出しづらいっていう、うんうん、いとことかもいるさね、うん、いとこの子供とかもね、絶対親戚集まったらさ、うん、今何してるのって話になるよね。そうそうそう、そういう話にもなるしね、うん、説教があったりとかね、だから俺はもう正月はもう基本的にお家で過ごしてたな、うんうん、でその待ってる間もちょっとやっぱりわさわさしながらね、うん、ちまわさわさしながら待ってるんだけどね、うん、もう悲しい話でしょ本当にこれマジでメンヘラ上でしか聞けないメンヘラあるだと思うよそうだと思う、うん、そういうのがあるんですよ、うん、私もなんか部屋に閉じこもって鍵かけてたな、うんうんうん、そう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 、そうまさにそんな感じ、うんね、そうだよね、うん、もう俺はほっといてくれってなんか誘ってくれるなって思ってたもん、うん、お正月におばあちゃん家行くよとかさ、うん、おじいちゃん家行くよ、誰々の親戚のお家行くよっていうのは、うん、もう誘ってくれるなと思ってて、うん、最初のうちはなんか声かけられてたけど、うん、もう2年3年4年って経っていくと、まあ2年目ぐらいから2年目3年目ぐらいからは、うん、行ってくるねってだけ言って、行ってくるね、 あんたも行くみたいな声かけはなくなっていって、なくなって最初の 1,2 年はあったはずだけど引きこもってる間はね、切ない、で今もなおね、さっきも話したけどちょっとそういうお仕事してないっていうところから、うん、ね、なんかお年玉あげれないっていうところで、そういうなんていうの、葛藤と言いますか、うん、あるからね、ちょっと大変してるんだけど、うんうん、そうだね、そのうちね、だから本当になんていうのかな、ちゃんと依存症をある程度ね、うん、克服してじゃないけどね、仕事について、なんていうのかな、胸張って、うん、弟妹の子供たちにね、うん、一個目一個に、おじさんから少ないけどって言って、うん、渡してあげたり、うんうん、お小遣いだよって渡せるようなね、うん、この先でありたいんだけどね、うん、2024年はそういう機会がね、うん、作れるような、動きをしていけたらなと思いますけど、うん、そうだね、はいはい、頑張ろうね、そんとそうよ、頑張りましょうね、夏美さんのいろいろなことを足がかりにね、うん、はい、夏美のあれも足がかりに、はい、ちょっと繰り返しただけになっちゃうけど、はい、どうぞどうぞ、はい、読んでください、あ、読んでいいですか、はい、ですね、プレイグさん、新年の抱負か考えておこうとって、でキムタクさん、新年早々、うん、鶴次郎さんのことですね、はいはい、毛根ネタだって言ってるそうそうそう、鶴次郎さんはね、年末年始何も関係なくて一年中毛根ネタですそうね、まあ、キムタクさんもご存知かご存知かと思いますけど、はいはいはい、で埼玉の郷さん、ケンタさん、なっちゃん、こんばんは、今仕事終わりましたって、あ、お疲れ様です、はい、本当にお疲れ様です。はい、プレイグさん、うん、危なそうよアレルギー。ねえ、本当に、うん。喉の粘膜腫れて大変だったことあるよって。そう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 。親戚だからといってやっていいこと悪いことあるからね、本当に。柿アレルギーの私ってよ。あ、柿アレルギーってもあるんだ。うん。貝でじゃなくても柿なんだ。柿。柿限定？あ、柿じゃなくて柿。果物の柿の感じ、そうなんだ、うん、柿のどの成分に反応してるんだろう、柿はそうだね、うん、種の周りがトゥルトゥルして美味しいけどね、気になるね、へえ、そっか、柿か、私柿大好きだよ、柿珍しいのかもしれないよ、うんうん、プレイグさん、うん、わかるって言ってる、頑張ろう、あるあるです集まりには行きたくないわって言って、そうなのよ、全シャッター閉めてたよってそう、いろんなシャッター閉めてた俺ね、心のシャッターもね、部屋のシャッターもね、うん、閉めるよね、うん、あ、沖縄大好きさん、こんばんは、はい、イエイって来てます、あ、こんばんは、イエイ、あ、お疲れ様です、はい、この後もね、うん、収録後日本撮り今回もなってますので、うん、日本撮りします、はい、よかったら、後半戦と言いますか、はい、はい、2本目もよろしくお願いします、皆さん、お願いします、よろしくお願いします、はい、はい、他には来てますか、他には、うん、ゴーさんお疲れ様ですってプレイグさんが言ってる、あ、みんなでみんなでね、ねぎらってね、うん、素晴らしいね、
あ、なんか今日のメンヘラジオはさ、うんうん、あれじゃない、なんか部屋にこもった話とかしてからさ、メンヘラあるある前回のさ、うんうん、バッチコイな感じだね。そうね、まあ、引き続き2本目も、まあ、次週といいますか、うん、次週も、そういった正月をテーマにした、お正月をテーマにしたお話をしていきたいと思ってますんで、うんうん、新年の抱負とか聞いてみる、うんうん、今あのツイキャスでご参加いただいている方も、うん、よかったらね、お正月を連想するなんていうのかな、ワードでしたら何でも構いませんので、何でもいいですよ、はい、先ほど僕らの話にも出たお年玉、お年玉をあげれなくて苦しんでますと、うん、我々は、うん、はい、あげたい気持ちはあるけど自分のね現状と向き合うとどうしても、うん、どうあがいてもあげられない、うん、だからちょっと親戚の周りで出られないというね、まあ、この辺はメンヘラ、うん、を患っている、我々特有ではあるかもしれないですけれども、うんうん、あとは初詣とかもね、うん、同様なんですけれども、やっぱり人の多いところに行きたくない、そう、うん、でお正月でさ、お年玉があげられないってことだけじゃなくてさ、うん、年末年始は体調崩しやすいっていうのが、うんうん、なんかメンヘラあるあるだと思うわけ、ああそう、あるあるだと思うわけ、うんうん、まあでもそれじゃない、あのなんかそういうやっぱり親戚周りとかがさ、やっぱ心的負担になってるっていうのもあって、うんうん、またなんか正月近づいてきたよっていうところもあったりさ、あったり、あとは今年もさ結局なんか何も自分はなせてないなっていうさ、なんかやっぱりちょっとダウナーな感じに入っていくっていうところはもしかしたらあるかもしれない、うん、夏美昔あったよ、あの本当あのもう今年中にさよならバイバイしないといけないみたいなそういうことがありました。悲しいお話だな、ね、はい、ではなんていうの、はい、エンディングに入っていきたいと思います。メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングだ、はい、うん、まあ、新年一発目で、はい、ちょっと楽曲紹介抜きでトークだけにはなりましたけれども、うん、はい、まだね、テーマお正月でね読めてない、うん、届いたメッセージが一つねちょっと残ってますんで、うん、そちらは、次週、次週、はい、一発目に読ませていただけたらと思いますので、はいはいはい、みんな大好きつかぽんからのメッセージなのでね、僕もまだ目を通してないので、あ、本当、はい、ちょっと楽しみにしてるんですけれども、うんうんうん、はい、今回が1月1日の放送になりまして、うん、皆さん明けましておめでとうございますということではあるんですけれども、うん、夏美さんは、新年の抱負とかございますか、はい、新年の抱負ね、はい、今年は、うん、あれ、営業マンになる、営業マン、うん、その心は、自分の漫画が出せるかもしれないという大チャンスの年なのでだ、うん、それにたどり着けるように、うんうん、地道な、うんうんうん、地道な営業活動を頑張っていく、そうね、言うたら今回の文化振興会のね、県の文化振興会の、事業として作った、この本に関しては、うん、夏美さんのいわゆる日本語、まあ通常のね、言葉で日本語で出版するわけではなくて、うん、それすっ飛ばしていきなりうちなぐち版英語版を出すわけだから、英語版を出す、それを持ってね、あちこちね、うん、挨拶もしてもらって、これよかったら学校のうちなぐちの授業とかあったら使ってくださいって言って各学校持って行ったり、うん、あるいはもちろんなんていうのかな、病棟内での出来事とか書いてるわけだから、うん、看護学校ですとか、うん、そういった福祉のね、うん、現場で働こうとしてる人たちの学校にね、うん、ちょっと贈呈といいますか寄贈しに行く予定ではあるんですけれども、うん、はい、まあその中でもね、うん、もしなんていうのかな、日本語版、日本語版、うん、で読みたいという声があればね、うん、それが広がっていけばまた何か変わるかもしれない、もしかしたら県内のね出版社
あるいはね、どっかでなんていうの、こういうこと書いてる地下漫画家がいますよっていう地下漫画家夏美の香り、ね、噂が広がればね、可能性としてはもう今まではもしかしたら可能性がね、本当に 1% ぐらいしかなかったものが、うん、5%、10% ぐらいに跳ね上がるようなね、うん、ことを、12月中してましたんでね、はい、年明け以降はね、そういったなんていうのかな、中村夏美を、うん、なんていうのかな、ちょっとこの顔を広めていこうと、広めていく、そういうのをやっていければね、うん、いいよね、うん、そう、そうそうそう、そうなのよ、それがあのだから今年の抱負です、私の。そうね、2024年を使って中村夏美を売り出していこうと、うん、はい、でまあ足がかりね、飛躍の足がかりにしていけるような年になれば、ホップステップジャンプの、うん、ホップかな、ホップ、うん、ホップステップかな、飛ぶぞでも、うん、それでやっていきましょう、はい、はい、では、本日のメンヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろー。